皆様ようこそ今日の催しにお出かけいただきましてありがとうございます。今の池上太鼓、本当に見事、手前側の人間が言うのはおかしいですけども見事だったなと思います。初めて間もなくもう12年今の酒井幹事様が、太鼓をやろうということで始められたクラブでございましたけれども、その時に今日の、太鼓のことを説明しました野坂宝生という、本文寺の事務員ですねが、いきなり指名されまして君がやれということで担当したのであります。野坂宝生君という男は、小学校の時から私が、お経を教えたお経の弟子でございます。その彼はほとんど喋りません。お経の時は声を出すんだけども、それ以外は4人ほど一緒の仲間がおりましたが、ほとんど喋ることがありません。野坂は喋れるのかなというのが私の心配でございました。その男がですね、この太鼓の担当になりまして、池上太鼓自分も一緒にやりました。そして今日のような大人演奏をやってくれます。もうこのところはもう本当にベテランになったなと思います。野坂隊長の太鼓はいかがですか。まあでしょ、本当に、いや私は、ね、本当に彼がずっと地道に努力してきたことが見事に花を咲かせたなと同時に、太鼓を鳴らすだけではなくて言葉もしっかりと喋るようになったっていうのが私はこう今日聞いててですね、本当に引き込まれて感動したものでございました。このキャンドルナイトという電気を消してスローな夜をという世界的なこの催しがもっともっと本来は広がらなければならない。水は使い放題、電気は使い放題、自分にはお金出せ、さえ出せばみんな誰かがやってくれる。原子力で電気ができてもそれはそれで別に自分たちが直接困るわけじゃないからいいんじゃないのというような、そういう対社会的な関心が薄いということは、大きく回ってくれば結局私たちの生活そのものが行き詰まってしまう、そういうことを警告するということでこのキャンドルナイトという催しも始まったのでございます。どうか今日も雅楽の演奏とかさまざまなことをいたします。お堂の中で、法要もいたします。どうかその中で、東日本大震災だけではなく自然災害さまざまなことで命を失っている、それも心ならずも命を失ってしまった方々のために、私たちは共に祈りたいと思っております。前にもこのキャンドルナイトの時にお話をして、記憶をされている方もあるかもしれませんけれども、仏教の一番大切なこと、お釈迦様がお説法された一番大切なことは殺すなかれ、殺させるなかれ、人の命を奪ってもいけない、自分の命が奪われてもいけない、
共に命は大切にしなければならないということをお釈迦様はおっしゃいました。これは一番古い経典の中に、法華経というね、法華経の方に文句の句にお経の経、法華経というお経の中にある言葉でございます。その法華経の言葉を谷川俊太郎という方が、ご自分の詩にされまして、こういうことを書いておられます。暴力を前にしておののき震える者はいない。私たちは死を恐れる。私たちは皆生を愛する。幸せを求めている者を傷つけて幸せになれるものだろうか。ここが大切なところですね。殴られれば殴り返され、刺せば刺し返される、撃てば撃ち返される、殺せばあなたも殺される。あなたの命はつながっている。他のすべての命と戦争を起こそうとするのは人の心です。こういうふうに言われております。他のすべての命とつながっている、このことが実は一番私たちが日頃から認識しなければならないことだと思います。今日本は非常に危ういところに来ております。しかも止められないかもしれないというような怖い状態になっていることは皆さんもご承知のことだと思います。でも止められないことではなくて、私たちみんなが関心を持ってそうした暴力の動きを止めていくことが大切であります。終戦から70年、もう忘れてしまったというようなそんなことではいけないと思います。どうか一人一人が平和を愛する日本人であってあり続けたいというふうに心から思うところでございます。今日のさまざまな催しをからお一人お一人が心に留めていただきたいと心から念ずる次第でございます。最初のご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き